こうなってる、こうなってますよ。それが僕の主張の根拠なんですよ。ただ、もし違うということであれば、閣議決定を変えなきゃいけないし、河野談話と2007年の閣議決定の関係はどうなんだ、ここも曖昧になってるじゃない、曖昧になってるんじゃないですかねということを、政府の閣議決定をもとにして、僕が主張しただけなんですよね。そこの分野でも安倍政権は避けてますよね。そうですよ。で、結果的にですね、そこをそのあえて踏み込まないことが、いわゆる学者と政治家の違いじゃないかという見方もあると思うんですよ。で、ただ、はい、どうぞ。ただね、それはさん、どうなんでしょう。日本の政治家であればですね、例えば世界各国から事実誤認に基づいてね、日本が不当に侮辱を受けてる時に、それはちょっと違うんじゃないかってことを言うのはね、これ歴史家の仕事であると同時にね、やっぱり政治家が言わないといけないと思いますよ。それは今国際社会見てくださいよ。これはアメリカだってロシアだって中国だっていろんなことを言ってですよ、自分の立場をはっきり主張する。どうも日本はね、何数を立てないことがいいとか、批判を受けることはこれ国益に反するとか、それは国際社会では違いますよ。それは主張する、立場を主張する、相手から反応を受ける、批判を受ける、そこで議論をしながらね、間違ってたら謝る。やっぱりそれはね、これからの国際社会の、まあ僕はよいしょ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 、日本人はね、なんか何数言ってないのがいい、黙っていればまあなんとか収まる、批判を受けないことがいい、批判を受けることは国益に反する。僕はそれはね、かつての日本人の態度はそれで良かったのかわかりませんけども、これからの国際社会、そんなことではね、やっぱり生きていけないと思いますよ。今回の発言は国際社会からも誤解を受けたりですとかですね、いろいろ圧力を生んだ部分もありましたよね。その部分についてはご自身の反省の点も述べられたと思うんですけど、そのあたりの